はい、皆さん、こんにちは。島田武史でございます。今回見ていく内容は、高血圧の治療なんかに用いられる、カルシウムキック薬、カルシウムチャンネル遮断薬、確認していきます。このカルシウムキック薬はたくさんの種類あるんですが、どんなものがあるのか、どんな特徴を持ってるのか、これを確認していくっていうのが、今回内容ということになりますね。じゃあ、このカルシウムキック薬なんですが、主にどういった作用を持ってるかというと、これらは、 L 型カルシウムチャンネル。これに結合することによって、そのチャンネルの作用を抑えていくというね、そんな作用があります。ということで、L 型カルシウムチャンネルにくっついて、細胞の外から細胞の中にカルシウムを流入させないというね、そんな効果があるよということです。 で、この L 型カルシウムチャンネルにくっつくということで、その結合性から主に3つに分類されてます。ジヒドロピリジン系、なんとかジピンというふうなお薬ですね。あとはベンドチアデピン系のジルチアデム、フェニルアルキルアミン系のベラパミールという感じで分類されてるということです。じゃあこんな感じで分類されてるんですが、これらどんな違いがあるかというと、ジヒドロピリジン系は主に血管の L 型カルシウムチャンネルに結合することによって、その作用を抑えていくという効果があります。 それに対して、フェニルアルキルアミン系っていうのは、心臓選択性が高く、心臓の L 型カルシウムチャネル、これに結合して、その作用を抑えていくという感じなんですね。 で、あとは、ベンドチアデピン系、ジルチアデム、これがありますが、これはですね、どちらに対しての作用もあるとはされてるんですが、作用が中程度ということですね。血管の L 型カルシウムチャンネル、これを遮断する作用が中程度。心臓の L 型カルシウムチャンネル、これを遮断する作用が中程度というね、まあそんな感じになっているのが、ベンドチアデピン系ということになります。まあこれらの違いによって使い分けされるんですが、ジードロピリジン系は血管選択性が高いということで、 血管の L 型カルシウムチャネル、これを阻害すると、血管を広げることができるよということで、高血圧とか、あとは心臓の周りにある肝血管ですね。まあ、肝動脈、これを広げることができるということで、狭心症なんかによく使われるということになります。それに対して、フェニルアルキルアミン系のベラパミルなんですが、これは心臓選択性が高いということで、心臓の機能を抑えることができるよということで、貧脈性の不正脈なんかによく使われるよということですね。 まあ、共症も適用もあるんですけども、まあ、共症にはそんなによく使われなくて、どちらかというと、頻脈がある場合ですね。そういった場合に、ワソラン、ベラパミルが選択されることが多いということになります。ちなみに、高血圧の適用はありませんので、ベラパミルだけで血圧を下げるということはありません。 で、真ん中のジルチアデム、ベンドチアデピン系なんですが、これはどちらにもね、うまく働いていくということで、血圧下げることも可能ですし、頻脈なんかを改善することもできる。あとは、強心症ですね。まあそういったのを改善することができるということで、いろんな用途で使われるということになります。これが、大まかな3つの分類ということになりますね。 で、続いてね、何見ていくかというと、続いては、ジヒドロピリン系これをね、どんと詳しく見ていこうということで、なんとかジピンと都合薬、これたくさんあります。二平ジピン、アムロジピンからザーっといって、ベニジピンまでいろいろあるということで、まあ、これらですね、共通して L 型カルシウムチャンネル、これに結合するとはされてるんですが、他のチャンネルなんかにも結合して、阻害する作用を有するものがあるということで、続いては、ジヒドロピリン系カルシウム、キック薬、どんな違いがあるのか、これを確認するようにしてください。 はい、じゃあ続いては、ジヒドロピリジン系のカルシウムキッコエク、これを見ていくということになりますが、その前に、カルシウムチャンネル、どういったものあるのか、どんな特徴あるのか、これ確認しておきましょう。カルシウムチャンネル、いろんな種類があるんですが、ここでは、L 型、N 型、T 型、どうなのかということを確認しておきます。じゃあまず、L 型なんですが、これは、心臓とか血管閉滑器に存在します。心臓の L 型カルシウムチャンネル、これが遮断されると、心機能が抑制されますし、血管閉滑器の L 型 L 型カルシウムチャンネル、これが遮断されると血管平滑筋が収縮できない、血管が広がるよということが起こるということです。あとは、この L 型カルシウムチャンネルは腎臓において輸入細動脈に存在するとされてるんですが、この L 型カルシウムチャンネル、これが遮断されると腎臓の輸入細動脈が広がるんだとされてます。 で、このカルシウムチャンネルね、勉強するにあたっては、腎臓においての輸入細動脈、輸出細動脈、これすごい重要ということになりますんで、これについてはこんな感じで押さえておきましょう。まず腎臓には糸球体と言われる場所があるんですが、この糸球体では血液をろ過して尿を作っております。 ということで、血液がね、流入して、もしくは流出していくというね、そんな感じになってます。じゃあ、流入してくる血管を何というかというと、これを輸入細動脈ということで、糸球体に流れ込んでくる血管が輸入細動脈と言われると。 それに対して出ていく血管が輸出細動脈となっているということです。で、L 型カルシウムチャンネルはどこに存在するかというと、輸入に存在するということになりますんで、L 型カルシウムチャンネル、これが遮断されると、輸入細動脈がバカンと広がって、子宮体の圧力、これが上昇すると言われています。まあ、輸出を広げることがありませんので、子宮体の圧力が高くなる。これが L 型カルシウムチャンネルを遮断した時の効果ということです。 で、続いては N 型見ていきますが、N 型は交換神経終末に存在する。で、この N 型って何に関わってるかというと、 交換神経終末からのノルアドレナリンの有利、これに関わってるとされてます。じゃあ遮断するとどうなるかというと、遮断することによって交換神経終末からノルアドレナリンが出てこないということになりますんで、こんな効果がありますね。心臓の心拍数を低下させるとか、あとは交換神経機能を抑制することによって脈拍数を低下させるというね、そんな作用があります。 ねえ、人においてはどうかというと、輸入細動脈拡張、輸出細動脈拡張ということで、N 型カルシウムチャンネル、これをね、遮断すると、輸入も輸出もですね、広げることができるよという感じです。まあ、この子宮体の前の血管、輸入細動脈には交換神経が伸びていて、で、この交換神経の終末に N 型カルシウムチャンネルが存在する。で、この N 型が遮断されたら、交換神経終末からノルアドレナリンが出ないので、輸入細動脈が ま、収縮しない、広がるよという感じになるわけです。で、輸出細動脈にも交換神経が伸びていて、で、そこの週末には N 型カルシウムチャンネルが存在しますんで、これが遮断されると、 そこから乗るアドレナリンが出てこない。なので、輸出細動脈が広がるんだということで、N 型カルシウムチャネルで遮断することによって、輸出細動脈も広がるよということになります。ということで、N 型カルシウムチャネルの機能が抑制されると、輸入が拡張、輸出も拡張ということで、子宮体内圧がぐっと下がります。で、この子宮体内圧がぐっと下がるということは、子宮体でのろ化、これが起こりにくいということになりますんで、それによって、 尿中にタンパク質が出ていきにくいということで、N 型カルシウムチャンネル、遮断作用あるものというのは、尿中のタンパク質を減らすことができるよとされています。これが N 型カルシウムチャンネルの特徴ということになりますんで、どこに存在するのかとかですね、あとはどんな効果があるのか、まあ、抑制されることによってどういった効果あるのか、ここはね、バッチリ確認しておく必要があるということですね。 で、続いて T 型なんですが、これどこにあるかというと、特殊心筋、血管平滑筋、副腎なんかにあるということで、まあ、このね、T 型カルシウムチャンネル、これ抑制されると、まあ、心拍数下げたりとか、交換神経ですね。まあ、これの機能を下げますんで、脈拍数を低下させるというね、まあ、こんな効果があります。 で、腎臓においては、輸入にも輸出にも T 型カルシウムチャンネルっていうのは存在するんで、ちょっと書くとこないんで下に書きますけど、まあ、どちらにも存在することから T 型カルシウムチャンネル、これが遮断されることによって、輸入が拡張、輸出も拡張ということになりますんで、子球体内圧が低下する。それによって、尿中にタンパク質なんかが出ていきにくいというね、まあそんな効果があります。 あとは、副腎なんかに T 型カルシウムチャンネルあるんですが、これが遮断されることによって、副腎の機能が抑えられるということで、アルドステロンの機能を抑制することができるよという感じになりますね。ちなみに、このアルドステロンっていうのは、体に水分ですね、これを蓄える作用なんかがありますんで、アルドステロンの機能が更新すると、それによって、臓器に負担がかかるというふうに言われています。 ということで、T 型カルシウムチャンネル、これ遮断することによって、アルドステロン分泌抑制することができる。それによって、臓器への負担を減らすことができるよということで、この T 型カルシウムチャンネルを遮断するものっていうのは、臓器保護作用があると言われておりますんで、まあ、それぞれね、カルシウムチャンネルありますが、遮断することによって、抑制することによって、どんなことが起こるのか、ここはね、バッチリ確認しておく必要があるよということです。 じゃあ、そんなことをね、確認してもらった上で、ジヒドロピリジン系のお薬見ていきますが、まずニフェジピンは主に L 型に働くということです。で、このニフェジピンっていうのは作用時間があまり長くないということから、 何もね、してない。ただのアダラート、これを使った場合っていうのは、血圧を下げるのにはあまり向いてないってことですね。使ったらバッと効いて、で、すぐ作用がなくなるということで、あまり高圧作用を目的として使うことはないということです。じゃあ、どんな風に使っていくかというと、この2フェージピン、アダラートってものは、 CR 状とか L とってのがあって、除報化しているって感じになります。で、この除報化することによって、ゆっくり体で効いて、血圧なんかを下げることができるよということで、この二平ジピンタだタンに使うと、すぐに効いてすぐになくなるということで、あんまり血圧を下げるのには向いてないんですが、除報化して、ゆっくり効くことによって、血圧なんかを下げるのに使われるということになります。なので、主に作用する点は L 型に作用するということと、まあ何もね、してない場合は作用時間が短いので、あんまり血圧下げるのには向いていない ということから、今は、情報性の製材。これがよく使われている。L 乗とか C R 乗。こういったものがよく使われるよとされております。 で、次はアムロジピンなんですが、これも L 型に働いていくということですね。で、作用時間がすごく長いので、ゆっくり感情に効くということから、カルシウム拮抗薬の中では一番使われてます。キング中のキングということで、一番使用頻度が高いとされているのがアムロジピンですね。まあ薬局で置いてないとこほとんどないんじゃないかなと思います。これがアムロジピンの特徴。作用点は L 型となっていて、作用時間がすごく長いんで、適度に血圧を下げることができるのがアムロジピンです。 で、続いては、エホニジピンとアデルニジピンと見ていきますが、この二つというのは L 型を遮断するということと、あとは T 型ですね。これを遮断する作用があるということで、エホニジピンとアデルニジピンは T 型ですね。これを遮断する効果があるよとされてます。 なので、尿中のタンパク質なんかを減らすことができる、臓器なんかをですね、保護する作用があるとされているのが、エホニジピン、アデルニジピンということになりますね。で、続いてはシルニジピンなんですが、これは N ガタですね。これを遮断することができるということで、 輸入とか輸出、どっちも広げることが可能ということになりますから、尿中のタンパク質を減らすことができるということと、あとは心臓の機能なんかを抑えることができますんで、反射性貧脈、まあこういったのをね、起こしにくいとされてます。 ただ単に血管広げると、それによって体がまずいってなって、交感神経機能が更新して、そして頻脈なんか起こるんですけど、そういったことを起こしにくくすることできるのがシルニジピンとなっていますんで、シルニジピンは反射性頻脈を起こしにくいですね。カルシウム喫抗薬という感じになってますね。あとは尿中のタンパク質なんかを減らす効果が認められているということです。 で、続いてはベニジピンなんですが、これがですね、L 型ですね、遮断しますし、あと T 型なんかも遮断する、N 型なんかも遮断するということで、T 型も N 型も L 型も遮断するというですね、あらゆるですね。 カルシウムのチャンネルを遮断する効果があるのがベニージピンとなってますね。で、このベニジピンなんですが、L 型も T 型も N 型も遮断するということになりますんで、尿中のタンパク質を減らすことができるよう、なんてね、まあ、こんな効果が認められているのがベニージピンということになりますから、まあ、皆さんね、どういった特徴あるのか、この辺をね、しっかり確認しておいてください。ってことで、これがね、カルシウムキック薬のまとめということになりますが、まあ、いろんなカルシウムキック薬ありますけど、それぞれどんな特徴あるのか、これらを確認してもらって、そして適切にお薬を使えるように。 見ましょう。それではまた。